相続税や贈与税の基準となる路線価が発表され、県内の平均路線価は15年続いていた下落が止まり、横ばいになりました。路線価は国税庁が公表する相続税や贈与税の基準となるもので、地価変動を考慮し、公示地価の8割程度を目安に算出されます。県内の平均路線価は15年下落が続いていましたが、横ばいになりました。県内に13ある税務署のうち、上昇と横ばいは6つで、1つで下落でした。県内で路線価が最も高かったのは、静岡市葵区高野町の呉服町通りで、1平方メートルあたり115万円でした。45年連続の最高額です。次いで、浜松市中央区砂山町の浜松駅前通りが99万円でした。熱海市田原本町の平和通りは33万円で、去年より3万円高くなり、上昇率は 10% となりました。専門家は、熱海市はコロナ禍からにぎわいを完全に取り戻し、コロナ禍でもホテルの新規開業が相次いだことから、今後も観光地としての期待が見られると分析しています。一方、島田市は郊外の商業地などに客足が伸びていて空洞化が顕著なことから、県内で唯一最高価格地点が対前年で下落となりました。